この後でございますけれども大変お待たせをいたしました。平成27年九州地区優秀選手表彰を行います。それでは早速でございますが、ステージ上の方にずらりとその優秀な成績をございましたメンバーに登場していただきましょう。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えをいただきたいと思います。もうちょっとお待ちください。私はちょっと多少フライング気味だったという感じでございますね。はい、ということで、昨年はですね SG はあの篠崎元志選手が取って、それからあの若手のね活躍目立ちましたですね。もちろんあのクイーンズクラマスの川野選手も見事でございました。レディースチャンピオン の逆転劇の地元のね滝田麻也子選手も本当に、あっぱれという感じでございましたけれども、滝川麻也子選手、それから川上選手が九州ダービーを制して、池永選手、松村選手といったこのフレッシュなメンバーが G1 も取ったということで、やっと OK マークが出ました。それでは受賞いたします。メンバーに登場していただきましょう。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えいただきましょう。本当にねこの九州ブロックは層が厚いですからね、そういった中でこの表彰対象になるということは本当に素晴らしいことでございます。はい、気持ち詰めていただけると、はい、たくさんおられるんで、はい、よろしいでございますかね。はい、以上のメンバーが今日は、それで今日はあのねちょっと出席できてない方もおられるんですけども、今一度それでは皆様大きな拍手をお願いいたします。この表彰は昨年1年を通じまして特に優秀な成績を収めた九州地区所属の選手を表彰するものでございます。各賞の受賞の選手には大村市長園田博史より賞状並びに副賞が贈られます。さあそれでは早速でございますが、市長に登場していただきましょう。お願いいたします。市長にも声がかかりましたね。はい、あのもう選挙は終わってますんで、はい、さあ、まずは最優秀選手賞でございます。この賞は人格そして執権技量を兼ね備え、審査対象期間において競争成績が最も優秀な選手に贈られます。最優秀選手賞は篠崎元志選手です。表彰状、最優秀選手賞篠崎元志様、あなたは九州地区モーターボート競争選手として人格、識見、技量ともに優れ、第61回 SG ボートレースメモリアルにおいて優勝するなど優秀な成績を収められました。よってその栄誉をたたえこれを表彰します。平成28年2月9日九州地区協定施行者協議会会長高島総一郎、おめでとうございます。どうぞ皆様大きな拍手をお願いいたします。続いて副賞の授与でございます。おめでとうございました。続きまして特別優秀選手賞でございます。特別優秀選手賞は川野芽衣選手です。特別優秀選手賞川野芽衣様、おめでとうございます。ね、知っての通りクイーンズクライマックス見事に優勝ということでございます。なお本日は欠席されておりますが、実はこの賞峰竜太選手も特別優秀選手を受賞されております。はい、おめでとうございました。続きまして優秀選手賞でございます。優秀選手賞はお三方でございます。深川慎二選手、瓜生正義選手、岡崎康弘選手の3名でございます。優秀選手賞深川慎二様、おめでとうございます。おめでとうございます。続いて瓜生選手でございます。優秀選手賞瓜生正義様、おめでとうございます。
続いて岡崎選手でございます。優秀選手賞岡崎康弘様、おめでとうございます。岡崎選手おめでとうございます。もう今の3人はね、もう SG の常連という感じで、岡川選手は下関の10番、宇龍選手は玉川唐津、ね、そして誕生祭も取っているということでございます。続きまして新人優秀選手でございますが、実は本日は欠席されておりますが、この地元長崎支部、村上亮選手が受賞されています、ね、11月のルーキーシリーズ第7戦戸田で優勝を飾っておりますけどもね、村上亮選手が知っての通り、ね、今度のモーターボート業界全体の中でも新人賞を受賞なさっているということでございます。続きまして関東選手賞でございます。関東選手賞は川上武選手、池永太選手、滝川真由子選手、そして本日は欠席されておりますが松村聡選手も受賞されております。関東選手賞川上武様、おめでとうございます。ね、九州ダービー取りましたよね。さあ、そして池永選手でございます。三国の G1 をゲットいたしました。関東選手賞池永太志様、おめでとうございます。ね、宮崎期待の星でございます。そして滝川真由子選手でございます。関東選手賞滝川真由子様、おめでとうございます。ね、あのレディーチャンピオンの鮮やかな逆転劇、お見事でございました。はい、そして松村選手はね、3月やっぱり平和島初めて G1 を取ってというところでございます。さあ、それでは続きまして優秀女子選手賞でございます。優秀女子選手賞は小野聖奈選手です。優秀女子選手賞小野聖奈様、おめでとうございます。はい、もうレースでもね、丘の上でも元気いっぱい、6月の戸田のヴィーナスシリーズを見事優勝を飾っておりますけれどもね、はい、G1 にも数多く参戦でございます。続きまして紫勲選手でございますが、残念ながら今年の場合には昨年ですね、該当者なしということになっています。それでは続きまして特別賞でございます。特別賞は日高逸子選手、小野優作選手、両名でございます。特別賞日高逸子様、逸子様、おめでとうございます。失礼しました。大丈夫です。はい、グレートマザー健在でございます。そして小野選手でございます。特別賞小野優作様、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。続きまして厚労省でございます。厚労省は今村信孝選手、白渦克也選手でございます。なお本日欠席されておりますが、落合圭選手、渡辺慎太郎選手、山市哲也選手の3名も受賞されております。厚労省今村信孝様、おめでとうございます。続いて白内選手でございます。厚労省白内克也様、おめでとうございます。おめでとうございます。厚労省は今村信孝選手、白内選手、そしてその他に落合圭一郎選手、渡辺慎太郎選手、山市哲也選手、今日は欠席でございますが受賞されております。はい、その賞ありがとうございました。以上で平成27年九州地区優秀選手表彰を終了させていただきます。続きまして、西部ボートレース記者クラブ選手によります2015年の記者クラブ賞の表彰を引き続き行いたいと思います。受賞選手には西部ボートレース記者クラブ幹事、西日本スポーツ記者深堀慎一郎様より賞状が贈られます。それでは表彰に移らせていただきます。最優秀選手賞は篠崎元志選手です。
最優秀選手賞、篠崎元志殿、おめでとうございます。しっかりとね、マスメディアの方にもこう評価をされているという証でございます。はい、さあ、続きましてでございますけれども、優秀選手賞は峰竜太選手ですが、本日は欠席でございます。続きまして、最優秀新人賞でございますが、岡村啓太選手でございます。ね、期待の成長株でございます。最優秀新人賞、岡村啓太殿、おめでとうございます。おめでとうございます。深堀様、ありがとうございました。以上で西武ボートレース記者クラブ表彰を終了させていただきます。改めまして、今回受賞されました選手の皆様へ、どうぞファンの皆様、大きな拍手をお願いいたします。今年2016年の戦いはすでに始まっているわけでございますがね、さらなる活躍が期待されます。それでは選手一旦退場でございます。はい、ということで、もう数多くの皆様がね、これだけ受賞なさって、もう本当ボートレース界の顔ですよ。九州の顔っていうのはいわゆるボートレース界の顔でございますのでね、そういった意味でも今回のこの九州ダービー、九州地区選手権競争、まあ、初日こういったものをいただきますと、やっぱりね、弾み、気持ちの上でもこう高ぶるものがあるんではないかなというふうに思います。